クリーブランド級軽巡洋艦は、アメリカ海軍の軽巡洋艦の艦級、改良型のファーアンコイコを含む資料も存在する。1937年1月1日のロンドン、海軍軍縮条約執行に伴い、列強各国に課せられていた巡洋艦の保有制限は解除された。同時に、ワシントン海軍軍縮条約も執行したことから、 各国は一斉に海軍軍備の拡張に乗り出しており、1938年5月にはアメリカでも第二次ビンソン海軍法と通称される一大海軍拡張計画が議会を通過した。同計画には1万トン型軽寿命艦が盛り込まれていたが、これによって建造されたのが本級である。当初は基準排水量8000トン、6インチ両用法。 連装5機搭載というアトランタ級の拡大型として計画されたものの搭載法の開発が間に合わなかったことからブルックリン休憩巡洋艦後期型の船体設計を踏襲することとされた手法としてはセントルイス級と同じくマーク1647口径6インチ砲を3連装砲塔に配して搭載したただしセントルイス級では全看板三機5看板二機の 1> 計1 5門搭載であったのに対し、本級では、前後甲板に2機ずつに削減された。その一方で、マーク1238口径5インチ両用砲は12門に増備され、また56口径4 0ト、mm、ル機銃など、広角機銃も多数を搭載するなど、対空砲火力は大幅に強化された。まず1940年度計画で4隻の建造が決定され、 その後さらに1941年度計画で32隻、1942年度計画で16隻の建造が追加されたことから、合計52隻という大量建造が計画されることとなった。その後、3隻は建造中予され、また13隻は発展型に、9隻は軽空母に設計変更されて建造されたことから、 本級として完成したのは27隻であった。本級のクリーブランド、コロンビア、モントピーリア、デンバーは水上戦闘部隊の手駒が切れかかっていた時期の1943年11月2日、ブルゲンウィル島攻略支援に第39任務部隊の主力として投入された。日本海軍は天候不良とアメリカ軍に察知されたため逆上陸作戦を中止していたが、 第39任務部隊の撃滅を目指し、エンプレスオーガスタ湾に突入してきた。クリーブランド級4隻は悪天候の中、レーダー射撃を有効に利用して、日本連合襲撃部隊に打撃と混乱を与え、川内と初風を撃沈した。体制を整えた日本海軍は、デンバー特築艦2隻を損傷させたが、円幕を張って回答したアメリカ艦隊を撃破。 激沈したものだと誤認して退却した。重巡洋艦2隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦11隻の有力な艦隊に対して、クリーブランド級4隻、駆逐艦8隻という劣勢状強化で1隻の沈没なく日本海軍を撃退したことから東急の優秀さが伺える。ソロモン近海の正海権は、アメリカ海軍が堅持し、この海戦の約1週間後には、 ギルバート・マーシャル攻略が開始された。順次、巡航したクリーブランド級は空母機動部隊の護衛や上陸船の火力支援などに従事し、アメリカ海軍の反抗を陰から支えた。戦後、1959年から1974年にかけて大半の艦はスクラップとして解体されたが、一部の艦は艦隊空ミサイルシステムを搭載して、 ミサイル巡洋艦に改装された。スプリングフィールド、トピカ、プロビデンスは、テリアシステムを搭載して、プロビデンス級、ミサイル巡洋艦、オクラホマシティ、リトルロック、ガルベストンは、タロスシステムを搭載して、ガルベストン級、ミサイル巡洋艦に改装されて、1970年代まで、現役に泊まることとなった。また、ヴィンセンス、ウィルクスバリー、アトランタの3隻は、 実験管、標的管として使用、処分された。ありがとうございます。